っと待って、みんなね、ちょっとダメだって。どうしてそっち行くの。命令に従いましょう。大丈夫、みんな、いいね、いいね、行くぞ。いや、めちゃめちゃ怖いんだけど。ロドリグさんめっちゃレベル上げたから多分簡単には落ちないと思うんだけど、頑張る頑張る。怖い。帝国南部攻略戦 GO。 ここはラルヴァ、どうしたの。いきなり精神世界。いや違う、ロドリグさん、もう回線よ、眠ってる暇なんて。ラル君、なんかあった？どうしても話しておきたくて。何何何？以前警告を伝えた時のことを覚えているかい？は？何の警告？その焦燥のような嫌な感覚がまた僕の身を襲ってきたんだ。なんか言ってたね。ごめん、ちょっとね、間空いてるんだわ。あの時は灰色の悪魔が戦場に現れて、うん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 、確かに危ない目にあったわ。今回も敵にはあの人がいるのよね。一体何が？いや正直戦う気ないんだよな。多分ランドルフ君を処したら仲間になると思うんだけど。ただ一つだけ言えるのは、前に予感があった時よりも嫌に強い焦燥だった。え？灰色の悪魔によってもっと危険なことが引き起こされてしまうんじゃと。え、なになになに？何が起こるかわからないけど、私が防ぐしかないわね。頑張るけど、いや、え？気をつけてくれよ、うんうんうん、無理に戦うことは禁物だ。うん、戦わない。君が撃たれることにでもなれば、僕らの運命は途切れてしまうのだから。大丈夫よ、そんな愚かなことしないわ。仲間にするんだもん。おランドルフ、はい。ディミトリかロドリグの配送。やっぱりか、やっぱりか、なんかあるか。まあ、とりあえずこれでしょ。ん？鉄壁の守り。一定時間、一定時間、一定時間には用がない。あと40か。いや、これとこれでしょ。こうかな。一定時間でしょ。ふん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 。え？ディミトリー君が落ちることはないとして、ロドリグさん何？あ、こっちにするか。うん。な、ねね、これ何これ。この地を抜けば、怖すぎるんだが。指揮官の元まで一気に切り込む。陛下、本陣の周囲に敵が。まずは彼らを蹴散らしましょう。はい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 。帝国敵を蹴散らせと。作戦開始。トクとゴローズ、試してみてもいいかし、うん、頑張ってみるわね。ドゥちゃんはまあ好きに動いてもらって、まあ、ここも言わなくとも。あ、意味が一緒だ、絶対守るからね。ランドルフはともかく普段の傭兵団にも気を払わねばならない。灰色の悪魔と戦うのは得策じゃないな。うまく衝突を避けたいところだけど。ごめんなさい、僕たちも負けられないんだ。はい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 。とりあえずしばっけば良いので、はい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 、やるよ。オッケー、はいはい、終わり。うんうんうん、順調だな。あ、大変調。これで進めるな。うん、道は開けた。進軍開始だ。進軍開始。傭兵団の姿が見えないが、
やはりどこかに兵を伏せているのか。伏せてるとぶつかれば灰色の悪魔が出てきちゃうかも。どうするいや、索敵部隊を連れてきた甲斐があったな。どれ、伏兵をあぶり出すとしようか。あ、なるほど。索敵部隊に合図を。伏兵の位置を探してもらおう。なるほど。すごい、作戦成功ですね。これなら伏兵を気にせず進めそう。こうね、行こうよみんな。入らないようにすればいいんだよね。いや、これ絶対守らないとダメじゃない。だって絶望隊の方々が戦ってるみたい。助けに行ってあげなくちゃ。助けに行きたいけども、ここに入っちゃいけないんだよね。とりあえずシーザーこの辺を押し掛けになって、大丈夫。オッケー、みんなついてきてね。急いで攻略しよう。ほほほほほ、大丈夫だよね。敵兵はなさそうだ。このまま進軍を続けるとしよう。ん？いや、そっち行かないでもらいたいんだよな。作戦を開始します。命令に従いましょう。なんかみんなそっち行こうとしてるけど。よし、片付けに行くわ。多分この点滅してるとこ行っちゃダメなのよ。わかった？よっ。あれかな、勝手に AI 判断してくれない？撤退？みんなの動きをマップで監視しつつ。ちょっと待って、みんなねえ、ちょっとダメだって。どうしてそっち行くの？命令に従いましょう。大丈夫？みんな、いいね、いいね。一斉攻撃にしましたよね、私。言うこと聞いて、みんな。ちょっと今回、静かに操作する余裕があるか？はい。寝かよ。おいで、皆さん。最善を尽くすんだ。ちょっと緊張するな。いや、いいか。一斉攻撃で。みんな大丈夫だよね。おかしな動きしてる人いないよね。あ、ここは？ここあれ？こいつか。ここも私のものにしていく。ダメージ食らってますね。どうだじゃないわよ。オッケーオッケー。このままうまく光線を避けず。光線避けたいね、わかるよ。あら、はい、よし、続けたいな。パラディンさん、メーチェがちょうどいますね。試してみてもいいかしら。頑張ってみるわね。行くよ。拠点、なんだろ、 OK だよ。みんなやってくれてるから、私はこの辺の雑魚。いや、オールですちょっと余裕ないか。おかしな動きしないでよ、みんな。守った守った。
はい、これでいい。ここでいいんだよね。ここ入んないよね。大丈夫だよね。よし、僕が出る。ここは私が、はい、ここまで来れば指揮官は目と鼻の先だ。一気に仕掛けるぞ。大丈夫、みんな本当に完成してるからね。みんなの動き頼むよ。どうぞ。フレーチェ、フレーチェ、フレーチェ、いいところに来た。命令に従い、君が標的だ。落とすぞ。兄さんには指一本触れさせない。私がここで止めてみせる。やっぱりお前アサシンか。はい、いきます。いや、アサシンいい。うまく出兵を避けられてしまったか。かくなる上は敵の喉元を狙うのみ。喉元、実に妖精らしいところ、はい、本拠地が落ちた。良いね。オッケー。兄さん、ごめんなさい。どうか無事で。はい、崩れます。 M を立て。あ、まあまあ、もう大丈夫なんだよね。入っても、入っても大丈夫、入っても大丈夫なんだよね。いいんだよね。この門を閉ざすのも一つの手ですね。時間稼ぎにはなるでしょう。閉ざすよ。閉じて、閉じて。ごめんね。俺がもっと強く止めていれば。はい、発動した。いや、イングリッドちゃん、イングリッドちゃん強いんだよな。え、いいんだよね。もうはいっていいんだよね。オッケー、いいね。だってミドリス全然ピリピリしてんじゃん。よし、守ったね、守ったね。奇襲に失敗したと伝えてくれ。え、伝えてくれ、伝えてくれ、伝えてくれ。誰よ、そんな伝言するの。すぐに向かおう。あ、なっちゃん、なっちゃんが出現。戦いたくない、戦いたくない。アロイズ殿も退いたか。こっち行けないし。かくなる上はこの手で王国軍を。買いました。指揮官が出てきたようだな。よし、みんな行くぞ。みんなここで指揮官を撃つ。撃つ。道に迷ってる。ごめん、あれだ、ランドルフが出撃。 S、 まずいな。一度引いて援護に向かわなければ。 S は取れん。分かっているよね。仲間を守るには奴を倒すしかないんだ。ない、いや、そうじゃない、そうじゃない。いや、撃破しないし。何やってんの。灰色の悪魔が向かってくるか。奴の合流前に早くランドルフを倒すぞ。うん、そういうストーリーね。その身に刻め。あ、終わった、終わった。フレッチ、怖かった。すまない、俺は怖かった。これでいい、これでいい。よかった、やったよ。みんな、みんな、みんな、なんか俺が敵の遊撃兵を片付けてる間に。戦況はどうなった。すでに敵将ランドルフは撃った。残るはキコーラだけだが、どうする。やった、私やった。こうなっては仲間になる。この戦い俺たちの勝ちだ。みんな、よく戦った。勝ち時を上げろ。あ、よし、いいの。
わ。仲間に、仲間においで。怖かった。見て、なんか、めっちゃ参ったな。俺たち傭兵団は軽く押し込まれ、雇い主も撃たれちまった。潔く白旗あげるしかないか。おいでよおいでよ、仲良くしようよ。本当なの？やったやった。あのジェラルト傭兵団が。やった。君たちと戦うのは何度目だったろうか。その度にやられたな。もう戦わなくていいよね。ああそうだ。まったく商売上がったりだぜ。やった。その度に雇い主を変える羽目になるし、いくら強えって評判でも肝心の戦いの結果がパッとしなくちゃな。怪人の名も伝っちまう。怪人ジェラルト・ポッパー。ならばいっそのこと王国に雇われてみるというのはどうだ。これまでジェラルト傭兵団とは何度も争い、互いに多くの犠牲を出してきた。お金出せるか分かんないし、美味しいご飯も出せるか分からないけど、とにかく来てほしい。互いに怨恨も深いだろう、うん、それでもあえてここで手打ちにはできないかと問いたい。お願い。無論キコーラが何かの心情のもとに帝国軍に組みしていたのならば話は別だがな。ないよね、お金だよね。いや別に心情だとか忠誠心だとかその手のもんは持ってるわけじゃねえよ、うん、だが国王に雇われるとなるとどうしても教団と顔を合わせなきゃならなくなるだろう。あ、そうだ、レア様嫌いな、まあ、嫌いってこと、うん、単純な理由ではないんだけど嫌なんだよね。あいにくと大司教には因縁があってね、うん、できれば近くに寄りつきたくないのさ。そこは、そこは何とかします。相応の配慮はしよう。教団は今王領内の都市カムロスに本拠地を置いているが、うん、その周囲には近寄らせないことと、レア様の応報の際には知らせることを約束する。うん、プロミスユー。教団と行動を共にすることがあればその際には別の部隊となるよう配慮しよう。フレンちゃんとか大丈夫なの？その上で再度問う。共に戦う気はないか。今の俺たちにはキコーラの力が必要だ。必要なんです。それがいいわ。お願いします。あなたたちの強さは皆身をもって知ってる。うん、もちろん思うところある人はいるでしょうけど、あなたたちが仲間になるのよ、うん、その強さ、味方になった時の頼もしさを実感すれば納得してくれると思うわ。ところでラル君は大丈夫なの？正直帝国軍では戦いづらくなるだろう、うん、この際心機一転ってのも悪くはない気がするが。悪くない、悪くない。そうだ、自分も同じ考えだ。やった、なっちゃう。アロイスも平気か？一度は対立した古巣の騎士団と共闘することになるが。このアロイス、どこまでも貴殿と団長にお供しますぞ。アロイスさんは大丈夫よ。それに昔の同僚たちであれば心よくとは言わずとも受け入れてくれるでしょう。みんなどういう反応するんだろう。そういうことで決まりだ。これからよろしく頼む。おめでとう、ありがとう、おめでとう、ありがとう、おめでとう、ありがとう。やったやった。俺は団の連中を集めて説明してくる。お前ら先についていっとけ。もっとさらっと仲間になるのかなって思っていたんですけども、私がね素直さを持ちえず、伏兵がいるところに突っ込んでたりとかしてたらもうちょっとなんか変わってたのかな。最悪の場合仲間にならないっていうこともあり得た未来。そこまでやるか、風化雪月はそこまでやるか。まあ他のルーターわかんないけど、よかった、よし。ああ頼んだ。承知しました、団長。団長、よし。こちらも皆に事情を説明しなければな。行こうか。全将基地にいらっしゃるの？ラル君？ラル君？ああ、A だ。それでも
灰色の悪魔何の実績だ。もうちょっとやってれば S いけたか。いや無理だろ。いや弓欲しかったな。あれかな、変な過去の戦場に行けますみたいなサービス使ったことないんだけど、それ使ったら弓もらえんのかな。まだまだこの程度じゃ満足できないわ。ねえちょっと余裕なくてシスばっか使っちゃったけど。そういえばこのマップ宝物もあったよな。あ、もう一回やるか。何クロームハートって。ええパパ、えパパも使えんの。ええパパ、え怪人と灰色の悪魔、こうして話をしているのが不思議な感じです。いる、いるよ、いるよ。シェズ、ま、何度も戦ってきた相手ですからね。本当に彼らと共闘する日が来るとは。戦場でまみえた時は厄介な敵だったが、味方にすればこの上なく心強い相手だ。そっか、シェズは、ゲッツとか失ってんだもんな。こちらも思うところがないわけではないが、これも悪くない選択だろうよ。悪くないどころか最高じゃん、最高じゃん。因縁のある相手ではあるが、うん、これも陛下の決断されたことだからな。うん、まあ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 仲良くしましょう。軍の中にはよく思わない連中もいるだろうが、まこれから仲良くやりましょうよ。これから仲良くやりましょうよ。これからよろしくね。後で軍のみんなを紹介しなくちゃ。そこまで、そこまでする、そこはちょっとその前に剣の腕を見せろっていうのが懐かしい、ルーベン・クラッセ流でしょ。あったねそうだな、あいつの時もそんなやり取りをしたような気がする。いないね、シェイス。よろしく頼むぜ。お前も揉んでもらえ。揉んでも、え、どこ揉みます。肩、キコーラの実力はこちらもよく知っている。これからはぜひ王国のために戦ってほしい。願いします。さてでは早速ジェラルト傭兵団を含めた陣容の再編を検討するとしましょうか。レベルとかってどんな感じなんだろう。あのマップは41、44レベルとかかな。我々はこれから同盟軍や教団の軍と共同し大修道院の奪還を目指して進軍します、うん、傭兵団がレア様と顔を合わせられないのなら先に詳細な配置を詰めておくべきかと。そうね。いやロドリグやっぱりあれか、本拠地の戸を閉めなかったりしたらもうちょっと落ちてたっていうか、ロドリグさん落ちてた説ある。いや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 、ご配慮どうも。いいんですよ、あなたからも意見を。ん、どこへ行った、どこ行ったのかな、お花摘みに行ったのかな。悪かったわねラルバ。あ、ラル君あれかな、落ち込んでるかな。これまで私があの人たちを倒せるようにずっと力を貸してくれてたのに。そんなこと気にする必要はないよ、よかったじゃないか。ラル君ほんと最初の頃と性格変わったよね。僕が予感していた未来よりはずっといい結果になった気がするんだ。本当？だからいや分からんけど、ロドリグさんとジェラルトさんめっちゃフラグおじだったから、その二人がさよならバイバイしてた説もあるよね。だってあんだけ脅してきたんだもん、このマップやるときなんかあったよな絶対。ジェラルト傭兵団を、灰色の悪魔を、うん、味方につけることでね。正直ジェラルトさんは切りたくないよな。だといいけどね、うん、どうしたんだい、目標がなくなって困っているのかな。え、いや困ってない、はい、次の目標はあるわ、うん、この戦争に勝利するの、うん、この国を勝たせる、仲間と共にディミトリと共に
皆が穏やかに暮らせる国を作るのよ。いいね。うん、どう？悪くない目標でしょ。いいと思うよ。なるほど、悪くはないし、何より前からそういうことを君は言っていたよね。やっぱラル君の喋り方というか声色というか優しくなったよな。そういう演技上手だよな、声優さんってすごいわ。君の次なる目標を応援するとしようじゃないか。ありがとう。僕は君の運命共同体、君だけの味方なのだから。まあ最初こそ彼氏ずらすんなとかめっちゃ言ったけど、いいなラル君。ラル君のこと、いや最初から嫌いではなかったけど、ここに来てちょっと好きになってきたな。いいな。陛下、皆様、どうかご武運を。西部の戦線については万事お任せください。任せたよ。何よりも頼もしい言葉だ。貴公らのような騎士を持った俺は幸運だな。わあ、王様にこんな言葉かけられたら嬉しいよな。必ずや大修道院を落としてくると誓おう、うん、共に生き延び共に故郷へ帰るんだ。うん、感極まってんじゃん王国騎士。わかるよ。いよいよ出発か。ついにこの日が来たって感じね。ああ、これは同盟と中央教会を巻き込んだ開戦以来最大規模の作戦になるだろう。樹脂支線より大きいのかな。これまで長らく盤面を整えてはきたが、敵がどう出るかはまだ判断できない。今の俺たちにできるのは戦い、生き延びて、そして勝ち取ることだけだ。誰も死なせない。これまで落としてもいい戦いなど一つとてありはしませんでしたが、うん、ここまで来たと思うと感慨深いというか、随分と長い道のりだったような気がします。思えば遠くまで来たもんだ。あ、ちゃうの、あのね、ディミトリ足長くない？何このスタイル、めっちゃいい。最高。サイの子、え、撮っとく？うん。だけど振り返ってみればあっという間だったような気もしませんか？そうだね。これはパート18、19くらいかな。長いよな。長くはないか。でも結構時間かかったな。支援会も回収してるから。僕は帝国が教団に宣戦したのを、うん、昨日のことのように思い出せますよ。ちなみにですけど陛下、仮に大修道院を勝ち取れたら、その後は？その後は帝国よね。目を勢いのままにアンバルを落とす。その後のことははっきりしないが。中央教会。落として、その後アンバル行くのかな？ここで話すべきことではないな。今はただ、目の前の戦いに集中しよう。ガルグマクね、ガルグマク。出てこなかった。久しくその単語出てきてないからね。たとえ、どんな未来が待っていようとも、俺たちは、陛下と共に戦いましょう。うん。それが、俺たちの選択なのですから。言ったでしょ、共に歩むと。あれ？どうしたの、メーチェ。もしかして、緊張してる？え？あら。そう見えたかしら。ちょっとだけ気になることがあってね。そろそろ死神騎士出てくる？帝国には死神騎士っていたでしょ、うん、今どこにいるのかと思って。確かに昔はいろんな戦場に現れてたけど、最近はめっきり話を聞かなくなったかも。うん、全然見ない。万が一戦場に出てきたらどうしよう。想定しておくに越したことはないよね、うん、そうね。それがいいわ。とっても強い相手だったもの。もしかしてだけど、もしかしてだけど仲間にできたりする？いや仲間に、いや、でも帝国の人は誰も。よし、難しい。じゃあとにかく今はアリルに急ごう。
敵に動きを蹴取られてもことだしね。うん。聖林の章、決戦の煉獄。このナレーターの人が仲間になったんですね。王国、同盟、そして聖ロス正教会の三勢力の連携により、帝国の兵力は東西の戦線へと分散。この状況を作ることこそが彼らの真の狙いであった。連合軍は精鋭をアリルに集中させ、フォドラの要衝たるガルグマク大修道院の奪還を目指して南進を開始。しかし対する帝国も手をこまねいているばかりではなかった。ようやく来たか、ディミトリー。同盟軍はもうみんな揃ってるぞ。次は死神騎士か。ヒュー君そろそろ出てきそうだよね。待たせて悪かったな。そちらの用意は万事抜かりなしだ。外周一色で気分よく新年を迎えたいな。今12月なの？何しろ今借り出せる最大戦力を引っ張り出してきたからね。本当にありがとう。ま、楽しみにしててくれ。この後はすぐに南へ向け出発か？ああ、そのつもりだが、何か気になることでもあるのか？もう灰色の悪魔の噂を聞いておるのでは？一説と少し前、ベルグリーズ伯が東部戦線を離れたらしき報告があった。こちらが兵の割り当てを減らした時期と重なったんで、その意図が気になってな。こっちがガルグマクを狙うと読んだのか、王国の侵攻に備えてテートに戻ったのか。ヒュー君も IQ250 万だからな。今の帝国軍を差配してる人間がどれだけの切れ者かが問題だな。頭は切れる印象を受けた。え、あのパパのこと言ってる？頭はあの毛根が切れてますね。西部戦線でもいろいろと痛い目見させられたわ。領地を落としてみたら拠点にできそうな村や町が物資ごと焼き払われてたりとかね。なるほどな。だったら俺たちの狙いに感づいてる可能性はある。いやいや、煉獄の谷伝いに各勢力の首長が靴を並べてくるとまでは思ってないかもしれないが。にしてももうちょっとまともな経路を選ぶべきだったんじゃない？暑いんだよな。暑くてヒルダちゃんもうバテバテよ。さっさと抜けちゃいたいんだけど。ヒルダちゃん、ヒルダちゃんが自分のことをヒルダちゃんって言うのめちゃめちゃ可愛いんだけど。めちゃめちゃ可愛いんだけど。可愛い？ヒルダ、君は生徒だった頃から変わっていないようだな。まあな、可愛さは変わってないよな。セテス様とレア様？もしかしてレア様自ら戦場に出るんですか？え、大丈夫？ジェラルト傭兵団大丈夫？フォドラの命運をかけた戦いを前にして、私だけが傍観者でいるわけにはいきません。あ、いいですよ、別にあの休んでてもらって、あのいろいろこっちにも事情がありますので。あんたに万一があったら教団の運営は立ち行かなくなるんじゃありませんか？自分の身は自分で守れます。私もあなた方の力になりたいのです。休んどいてもらった方がありがたい。煉獄の谷、アリルの地形は熟知している。戦場までは我々が案内を引き受けよう。敵に蹴取られずに動ければ大修道院には労せずしてたどり着けるはず。道は熟知してる。熟知してる割に取り残されてましたよね、あなた。煉獄の谷は入り組んだ土地。どこに兵が伏せられているか分かりません。どれだけ注意してもしすぎることはない、うん、迅速に。だが注意深く進軍すべきだろうな。頑張りま、やちら、レア様いいよ、来なくて。万一ということもあります。その時には手はず通りセイロス騎士団を使いますが。その時には私が彼らの指揮に回ります。あ、そっち、あ、うん、そっちだよ。最初からそっちで頼む。ガルグマクを吸収し前線に出ないで。必ずや暴虐の塔を打ち倒してみせましょう。うん、前線に出ないでください。
ん？え？マップスくん、え？全勝基地散歩を始めたここ一歩も動いてないんだけど、見てあれ、あ、ごめん、動いちゃった。しょっぱなからいるんだけど、いるんだけど、だいたい私いつも訓練とか全部終えてからみんなに話しかけに行くタイプなんですけど、ここは行きましょう。ね、なっちゃん。あ、なっちゃんいる。なんて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 ん。ねえ。いる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 。おお。顔がいいですね。ねえ、動かないでよ、そんな。捉えにくいでしょ。ちょっと正面じゃないな、こっち。正面1取るのが難しいかな。こうかな。なんか、正面っていうか、目の前にいるのに。あこっち見てこっち見てる。話しかけますか。話しかけますか。こんにちは。ねえ。変な顔。いや。いや、思っていたより歓迎されて不思議な気分なだけだよ。自分を過剰に恐れる者もいない。ウェルカムしとく？え？好きなもの？先生の好きなもの？肉？肉？え？あ、でもさ、武器とか好きなんじゃない？探検とか。剣、あ、剣好きじゃん。感謝する。好きなものなんだ。え、ちょっと笑ってる？ちょっと笑ってる？いや、ウェルカム！ウェルカム！あ、あげれる、まだ。あげれる。まあ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 。まあまあまあ、ひとまず、チケ、チケ。やば。え、いる？なっちゃんいる。ファイル君か。ジェラルトさん行きたいな、次。でもジェラルトさん、ちょ、近くにいなそうだな。いなそうだな。あ、大丈夫かな、大丈夫かな。あのね、中央には近づかない方がいいよ。あ、アルシさん、うん。不思議なものだな。こうしてかつての敵と。何ですか、これ。肩を並べる？だがそれも一強というものだ。貴殿らのおかげでしばらく退屈はしなそうだな。む、その反応伝わっていないか。あ、靴を並べてね。いや、漢字読めなかったんさ、ごめんなさい。どうだ、この2年傭兵団で上段の腕にも磨きをかけてきたからな。もっと別の腕を磨いた方が良かったんじゃないですかね。マジレスですか。お前ちゃうわ、違うの、こっちのアングルの方がいいか。教団、いや、レア様とは関わらずに済むよう隊列を調整してもらったんだが、まさかわざわざこの拠点までご足労とは。王国軍の連中にも想定外だったろうさ、うん、お前がレア様と話す分には構わねえが、うん、オッケー大丈夫。そうよね、ここの因縁に関してはまあ無印の風化やっていただくと分かるんですよね。贈り物、あ、そうだ、ウェルカムプレゼント、酒とつまみ、お酒なんかあったか。お酒あれかな、プレゼント売ってるかな。お酒、あ、ブルーチーズとか。でもブルーチーズって結構好き嫌い分かれるんだけど、あ、ちょ、ごめん、ブルーチーズ好きですか。いや、ウェルカムプレゼント買ってくるよ。あのさ、この料理ね、食べて絆を深めたいって当然思っていたんだけど、え、グッド。いや、なっちゃんさ、どの料理も
士気が上がるというか好きみたいな感じだったんだけど、マジで何でも食べるの？まずまずの味ね。次は一工夫入れてみようかしら。ここの成功率って信頼度じゃなくて好感度、支援値によるよね、きっと。なんか支援値高い人に振る舞うってなると成功するんだよな。何話すんだろう。おお、悪いな。親子揃って飯をおごってもらっちまって。次は酒盛りでもしよう。いいですよ、何飲みます？私最近お酒飲んでないからな、飲みたいな。その時は自分は遠慮させてもらう。二人揃って前後不覚になるのはまずい。なっちゃん、いや一応なっちゃんは成人してる感じだけど、お酒は飲めるのかな？一応飲めんのかな？飲みたい。よし。もちろん作業もやらせるんですけど、この二人と一緒なら心強いわね。どの作業も苦手じゃないんだってふと思ってたら、なっちゃんは露店の店番だけは苦手みたいで、いやー可愛いよな。親子で協力してやれってか。まあ急増の組み合わせよりは動けるだろうがな。いいじゃない、親子水入らずってことで。そうだな、傭兵団ではこうした戦い以外のこともジェラルトと一緒にやってきた。そうなんだ、いいな。それでもグッドか。遠乗りか、構わない。そりゃ行くんだよな、ウェルカム遠乗りよ、行くわよ。行ったことないってことか。こことここ解放してたもんね。じゃあ山岳行こっか、山行こっか。言葉少ねー。頑張る。これは戦いよ。高所に陣取るのは基本だが、今日は関係ないか。そういう話、いや、なっちゃんあれだな、会話の引き出しあるか。よし。座り方チェック。これはあぐら、足伸ばしてる、どっちだ。よし行くぞ。よし、茶を飲む。君の指揮は自分がやるのと同じような感覚がある。戦いやすいよ。笑ってる。顔がいいから、ただ お茶をね飲んでるだけでも絵になってしまう。なっちゃん罪な男やわ。戦いやすい、本当嬉しいよ。頼んだ。なんで。なんで。くそ。好きなものなんですか。好きというか、反射的に人助けをしてしまうことはよくある。確かね、好きなもの見た時にお父さんみたいなこと書いてたんだよな。マジあったけーわ。あと趣味に人の話を聞くみたいな。聞き戦なんだよね、きっとね。人助けしまう。共感。褒める。わかるとか言ってこ。マジ？不思議な夢を昔からよく見るんだ。君はどうだ？いや、わかってるからいいけど、初対面、初めての遠乗りでこんな話されたら、ってなるよな。どんな夢？こっちかな？なるほど。よっしー、顔がいい。ありがとう。新しい発見があったよ。本当に？いやー、
絶対パーフェクト出すから、君に関しては絶対パーフェクト出すからよろしく。それじゃあぼちぼち行くとするかね。行くぞ行くぞ行くぞ。ウェルカムトーノリレッツゴー。ウェルカムトーノリ、山岳に行ったんだよね。なっちゃんと釣り好きだから水辺行くか。お、いいぜ。いや声がいいんだよな。本当渋くてかっこいい。でも戦いだからはしゃいでもいられないよな。おお、でかい魚が泳いでるな。こいつは釣り糸を垂らすのが楽しみだ。やっぱり水辺来て正解だね。よかったね。あ、座り方なっちゃんと一緒かな。行きますか。やりますよ。話を聞きます。しばらくガルグマクで過ごしたんだろ。何そのガッツポーズ。士官学校での生活はよ。刺激的だった。いや、これ選びたいな。これで不正解だったらちょっと疑うよ。やるじゃねえか。やるじゃねえか。ありがとうございます。よし、まず第一段階はいけたな。質問、はい。あ、家族について聞きたい。近頃あいつがたまに笑うようになった。俺の育て方が間違ってたのかね。そうだよな。多分ソディスちゃんの影響だからジェラルトさん関係ないと思うけど。ん？元気づける。それは違うよ。なるほどな。しゃはい。お前も思うところはあるだろうが、今は仲間同士、仲良くやるとしようぜ。ね、仲良くしよう。もしかするとまあ何年後かいつかの戦場で敵になってしまうかもしれないけど、今は仲間だからね。え？乗り越えてこそ、努力する。いや、ポジティブな、乗り越えてこそ仲間、そんな汗臭いことを求む、どっちかなんだよな。私としてはこれ。ありがとな。まあそこそこ、はい。誘ってくれてありがとな。いい息抜きになったぜ。最近パーフェクト取れないな。力不足を感じるな。くそ。まあはい、楽しかったです。はい。